い、どうもこんにちは。今日はですね、ショートボブのベーシックカットをやっていきたいと思います。ショートボブのベーシックカットなんですけれども、基本的にはですね、まああまり業界誌とかでもショートボブというベーシックカットは設定されていない場合が多いですね。なぜかというとですね、まあうちの他のまあベーシックカットをまあ見てみればですね、まあワンレングス、A ラインレイヤー、ローレイヤー、ハイレイヤー、ブルーレイヤー、まあグラデーションボブ、ミニボブ、ハンサムショート、まああとはまあちょっと特殊な例でまあ2セクションのまあグラウンレイヤーとかもあるんですけれども、まあこれらのスタイルでですね、ほぼほぼ一通りのこの引く角度とかっていうのが勉強できますね。引く角度と、まあ、それによって生まれるシルエットっていうのが、まあ、勉強できるんで、まあ、ショートボブっていうのは特に新しい技術が出てこないんですね。なので、まあ、多くのサロンとか、まあ、業界誌とかでは、まあ、ショートボブのベーシックカットっていうのはですね、まあ、なかなか設定されていないんですけれども、まあ、昨今のですね、美容業界のまあ、ヘアスタイルを見てみるとですね、まあ、ショートボブとですね、まあ、そこからつながっていく、まあ、ベリーショートっていう部分で、ね、ここはまあうちのまあベーシックカットでは取り入れてるんですけれども、まあ、サロンワークするにあたってですね、なかなかこれ欠かせない課題ではないかなというふうに思いますし、まあ、ショートボブはショートボブなりに、まあ、新しい弾き方とかねっていうのは出てこないんですけれども、まあ、やっぱりそれなりのまあ理解が必要ですし、まあ、それなりのフォルムの合わせ方っていうのが、まあ、ありますので、まあ、うちのベーシックカットでは、まあ、ショートボブと、まあ、ベリーショットっていうところはベーシックカットに入れてると、まあ、いうふうな、形になってきますね。ですから新しいパネルの引き方っていうのは、まあ、出てこないんですけれども、まあ、他のベーシックカットでやった組み合わせによって、まあ、このショートボブが生まれるんだけれども、まあ、やっぱりその形の合わせ方ですので、まあ、そのあたりっていうのを、まあ、中心に勉強していきたいなというふうに思います。で、まあ、ショートボブを切るにあたって、まあ、ポイントがですね、まあ、3つありますね。3つで1つ1つ説明していきますと、まずですね、後頭部のウエイト設定っていうことですね。まあ、ショートボブと言われるスタイルではですね、まあ、絶対的にこう後頭部が、まあ、締まってるっていうふうな感じなんですけど、まあ、ここは外せないんですね。まあ、締まってるということはネープがタイトになってて、その上にウエイトがあるっていうふうなことですね。まあ、このウエイトの、まあ、ボリュームのコントロールと、まあ、位置のコントロールっていうのを、まあ、うまくやっていかないといけないんですけれども、その後頭部の、まあ、ウエイト設定をまず大事にしていかないといけないと、まあ、いうふうな部分ですね。そしてですね、アウトラインのコントロールっていうのですね、これショートボブでは、まあ、あんまり語られることないんですけれども、アウトラインがですね、まあ、大きく分けると、まあ、大体3パターンぐらいありますね。3パターンぐらいで、1つは前上がりのアウトラインで、1つは、上がって下がっていくようなアウトラインで、もう1つはですね、まあ、ちょっとこうカクンとした感じですね。まあ、どっちかというとこうハンサムショートに近いような感じですかね。まあ、そういうふうなアウトラインの、まあ、大きく分けて、まあ、この3パターンが、まあ、世の中に存在しているヘアスタイルを見てみるとあるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。で、まあ、今日やるのはですね、これ前上がりのアウトラインですね。前上がりのアウトライン、こういうアウトラインですね。なぜこの前上がりのアウトラインをベーシックカットで設定しているかと言いますとですね、まあ、これよく出てくる、まあ、ボーズウィークなんですけれども、まあ、人間の生え方っていうのは、まあ、こういうふうになってるわけですね。こういうふうになってる、ね、普通にパスーンとまっすぐ切って段を入れてジャジャッとすいちゃうと、まあ、基本的にはこの生え際に影響される、つまりここが上がってくるわけですね。上がってくるっていう感じになりますので、まあ、上がりやすいんですね。なので、ここを上げないように、穴が開かないように、バックの長さとウエイトから、サイドのこのアウトラインを作っていく。まず、このコントロールができるかどうかですね。このスタイルがいいとか悪いではなくて、まあ、このコントロールができるかどうかっていうのが大事だと思うんですよ。で、まず穴が開かないように、まあ、ショートボブですから、短くしていく、ね。短いスタイルを作る。まあ、いうふうな形になりますので、まずはこの
前上がりですね、前上がりのラインのショートボブを覚えると、まあ、あとはですね、まあ、応用っていうか、まあ、あの例えば上がって下がっていく、ラインとかはですね、まあ、うちの YouTube の方でもあの紹介してますんで、あの、まあ、できれば、まあ、そちらを見て、またアウトラインの、まあ、別パターンですねのコントロールとかを、まあ、覚えていただければいいかなと思います。でも、まあ、まず一つ大事なのは、まあ、ここを穴を開けずに結構短いところまで切れますんで、まあ、それをコントロールできる能力っていうところですね、まあ、そういうのができたら、まあ、割とここ開けていくのは簡単なんで、開けてしまったやつを、開けないようにするのはできませんけれども、開けないように切ったやつを開けるのはできますからね。髪の毛は切ることはできるし、軽くすること、短くすることはできるんですけど、その逆はできないんで、だからまずは開けないで、短くしていくという技術を、まあ、ベーシックカットに取り入れているというふうな理由ですね。はい、まあ、3つ目のポイントなんですけれども、アウトラインを切って、まあ、ウエイト設定したものに対してですね、でトップのレイヤーからそのウエイト設定したところですね、まあ、このウエイトをまあ削りながら、繋いでいくのか、それとも削らないで、繋いでいくのかっていうふうな部分なんですよね。まあ、ショートボブのスタイル、いろいろヘアスタイル雑誌でまあ出てますけれども、まあ、見てもらったら分かる通り、多くの場合ですね、結構上の髪の毛を短く切っているというパターンがありますね。結構上の毛を長くして、まあ、分け目作ってっていうふうなまあパターンもあるんですけれども、もちろんね、結構上の毛を短く切り込んでいるっていうパターンが割と多いです。で、上の毛を短く切り込んだ時に同時に上とも潰してしまうと、これペタッとしちゃうな、ちょっとなんかこうボーイッシュな感じを、ただただ短いだけっていう風な、まあ、スタイルになってしまいますね。上の毛を短くしながらも横のこの上と、まあ、丸みの部分ですねっていうのをキープすることで、まあ、女性らしい、まあ、ショートボブっていう風なことが、まあ、可能になってくるわけなんですよね。なので、上の毛をしっかりと短くしながらどのようにつないでいけばこのウエイトを消さないでおけるのか、またどのようにつないでいけば、まあ、ちょっとウエイトが、消えてしまうのか、まあ、逆に、まあ、あえてこう消していくのか、ちっちゃくしていくのかっていうふうなところも、このショートボブのスタイルで、学べますので、まあ、そういうところをですね、まあ、ちょっと気にしながら、勉強していただければと思います。でですね、まあ、切り方なんですけれども、割と考え方はシンプルなんですね。考え方はシンプル。まずアウトラインを切りますよね、アウトライン。例えば、バックの長さを、まあ、ここに設定しましょうということですね。ここに設定した。ここに設定したら、ここからアウトライン、前上がりに切っていくわけなんですけれども、まあ、いつもうちのね、動画で言ってるように、前上がりっていうのは、例えばもう耳下ギリギリまで行くとしたら、こういう感じですよね、ここから前上がり。ではないんですよね。まっすぐ行くのではなくて、前上がりっていうのは湾曲して耳の下に行くという、ちょっと曲げていくっていうことですね。そうすることによって、まあ、肌に沿いやすくもなるし、まあ、逆に言えばこう穴も開かないね。まっすぐ切ってしまうと正直こういうふうになってしまうね。まあ、それを狙ってまっすぐ切る場合があるんですよ。しかしながらこれを開けないような感じね、こういうふうなコントロールですね。まずこれを覚える、じゃあまっすぐ切ることもできますからねっていうふうな話ですね。そういうのをコントロールっていうふうに、まあ、僕は呼んでるんですけども、まあ、こういうふうに湾曲した、まあ、前上がりを設定していきます。で、アウトラインが、まあ、ここだったとしたら、横に引っ張ると、まあ、これぐらいに長さありますので、ここに対してネープの絞りですね、ネープゾーン、頭が下を向いているところですね。ちょっとまあどこかの動画でですね、カットバランスの設計というのは上段、中段、下段で分けていると言いましたけれども、このお客さんによってですね、このアウトラインの長さとこっから始まるこのラインですね、このラインによって絞りが決まってくると、まあ、いうふうに言いましたので、このネープのグラデーションの角度を決定していくっていうことですね。ネープログラデーションで上のこの中段上段に関して言うと、まあ、今回の場合はネープのグラデーションに、まあ、持ってくる感じになるんで、ちょっと絵がおかしくなりますけども、ネープのグラデーションに対して、まあ、これこんなに高く入れないんですよ。ネープのグラデーションに対して低めの段が入ってくると、まあ、だからここにちょっと角度がつくんですね。低めの段が入ってくると、まあ、いう形になりますね。これはまあ後で説明します。だからまあちょっとこういうふうにえぐられたような感じに、まあ、どうしてもなってしまうんですけれども、ね、こうすることによってウエイトをね、しっかりとまず多く置くんですよ。ウエイトをね、
まっすぐこのままつなげてしまったら、まあ、ひょっとしたら人によってはウエイトが削られてしまう、その人の希望のウエイトより削られてしまうことがありますので、このネープの絞りを決めたらウエイトをしっかりまず置くということですね。まずしっかり置いたら後で削るのは簡単ですから。だけれども初めから削ってしまったら後で増やすことはこれできますよね。なのでこういうふうに角度をつけることによってウエイトをまずしっかり置いていくわけですね。ウエイトをしっかり置いたら、じゃあこれね、トップの長さが決まっていくわけですよ。その後トップこれぐらいレイヤー入れたいんだ、これぐらい動き出したいんだということで、トップの長さが決まっていく。トップの長さが決まってきたらこれをこっちに倒すと、まあ、これぐらいの位置になりますから、ここからウエイトにつなげていきましょうという感じなんですね。この段の入れ方、こういうふうに段を入れたらミドルセクションにこのとんがりが残るわけですね。このとんがりが、ね、これがまあその時のウエイトを形成しているわけなんですよ。だけどもネープの締まり絞りとトップのこのレイヤーっていうのは必ずショートボブを作ろうと思うと入れないといけないところですから、ここからできるだけ逃がしてウエイトにまずつなげていく。そうするとここの重さが出てくるわけですね。出てくる。それをまあじゃあどういうふうに人によって切っていこうかっていうふうなまあ判断になってくるってことなんです。わかりますかね。こういう手順になるんですね。アウトライン切ってネープを絞り上を切り、その間のウエイトはお客さんによって見ながら削っていくというふうな設定にするとですね、まあいろんな方に自分が思い描いているようなフォルムをはめ込んでいけるという形になってきますね。これサイドも同じことですね。サイドも例えばこれぐらいのレングス、まあミニシタぐらいかな、まあ、これぐらいのレングスに入ったとしたらこうなりますから、横にしたら、まあ、これはこの辺りですかね。この辺りから、まあ、まずはこれワンレングス状態なので、まあ、こういうような低い角度になってきますね。でトップの長さをちょっと短くこれぐらい切ったら、これを横に倒したら、まあ、ここになってきますから、でここからサイドにもこのウエイトっていう、こう 丸みがありますからね。サイドにも丸みがあるんで、まあ、ここからこう逃がすようにつなげていくと、まあ、そうするとミドルセクションにこういうとんがりが残ってくるから、でこれはもうお客さん見ながら削っていくと、まあ、いうふうな、工程で、やっていくとですね、丸みを最大限残しつつトップのレイヤーを入れつつ、で最後にあのその人の雰囲気に合わせて、まあ、このウエイトを削っていく、まあ、セニングももちろんありますけれども、そういうふうな工程でこのショートボブのフォルムっていうのを作っていく感じになるわけですね。だからですね、非常に実はこのカットウルフレイヤーに似てます。ウルフレイヤーの下が短ければ、まあ、実はあれショートボブなんですけどねっていう風な感じになるんで、まあ、ちょっとウルフレイヤーの工程と非常にこう重複するところがあるかもしれないですけれども、まあ、髪の毛が短くなればなるほど当然この生え際に近づいてきますから、生え際に近づいてくるということはやはり長い時よりもこの生え際の形とかここの生え癖とかそのお客さんの癖の影響っていうものを多く受けるわけですね。短くなればなるほどそういうふうな影響っていうのがこう強く出ますから、なので、まあ、そういうふうな影響が強く出るというふうなことを想定した、まあ、カットの手順であり考え方っていうか、まあ、フォルムの当てはめ方っていうふうな形になってますので、まあ、そのあたりのことをですねちょっと含んで、この動画を見ていただきたいなというふうに思います。ということで実際にショートボブのカットを始めていきたいと思います。はい、ウィッグを用意しました。今日のウィッグはですね実は新品ウィッグではありません。ちょっとハイレイヤーを切った、ウィッグですね。まあショートボブ結構短くするんで、まあ、そんなにこう新品じゃなくてもいいかなと。ハイレイヤー切ったウィッグなんで、まあ、上の長さも十分ありますし、まあ、下の長さも十分あるというふうな、感じですね。あとですね上を短くするショートボブなんで、まあ、前髪は当然発生しますんで、まあ、新品のウィッグ着る人はですね、まあ、あらかじめ前髪ポンと引いてもうこう鼻ぐらいで切っててもいいと思いますね。前髪が下までありましたらちょっとアウトラインを設定するときに、まあ、邪魔になりますんで、まあ、実際にこうすごい前髪も長いロングの人をバッサリ切るとしても、まあ、ちょっと前髪はもう分け取って、まあ、別で切るというふうな工程になると思うんで、まあ、前髪はあらかじめ切っててもいいと思います。こちらですね、まあ、ハイレイヤーを、切ったウィッグなんですが、まあ、これでもね、まあ、長すぎるんで多少こういうふうにね
レングスは切った状態でスタートしたいなと思いますね。はい、こんな状態から、スタートしたいと思います。まずね、アウトラインの設定からやっていきましょう。今回はですね、まあ、このアウトラインに対してクッと上げない、穴を開けないっていう風な、まあ、そういう風な設定ですので、ナチュラルシェイプですね。後ろ倒しとかではなくてナチュラルシェイプです。で、耳後ろのところで止めておきましょう。このような感じですね。この辺りもですね、まあ、人によってまあちょっと毛流れとかも影響するんですけど、この辺りの毛もですね、結構やっぱアウトラインとしてやっぱ機能をささないといけないというふうな形になりますので、まあ、こういうふうなイヤートゥイヤーになってきますね。あとですね、ちょっと言うの忘れてましたけれども、パートラインはまあセンターパートっていうのがあんまりないので、まあ、ウルフルの時も言いましたけれども、まあ、どっちかに振りましょう。最終的にはまあノーパートで仕上げるんで、まあ、こう斜めに流してくるような、まあ、感じになるんですけれども、まあ、どちらかから流すというふうなパターンですので、まあ、どちらかで分けましょう。で、今回左サイド、お客様から見て左サイドで分けてます。まあ、僕結構ね、なんか、まあ、そのカット的にじゃなくてね、個人的には趣味として右パートがなんか好きなんで、右パートのバランスの方が好きなんで、まあ、よく右パートで切ったりするんですけれども、両方練習した方がいいですね。ウルフとかね、まあ、この後ショート、ベリーショートとかありますけれどもね、まあ、あのハイレイヤーの時もそうですけれども、あの両方練習した方がいいと思いますね。まあ、カット的には同じなんですけれども、まあ、やっぱりこう手の使い方とか、まあ、多少変わってくる部分が、ありますので、まあ、両方練習している方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、アウトラインをまず切っていくんですが、そうですね、毛の量が多いんで、これ半分ぐらいに分けましょう。これちゃんとネープ取らないといけないということではないですね、はい、毛の量が多いからアウトラインが切りにくいんで、それを分けるだけなんで、だから半分ぐらいですね、ちょうど真ん中ぐらいで割ってます。で、その時に、まあ、注意点としては、イヤーとイヤーで分けたここまでアウトラインとして使う可能性があるというところは必ず出てきているということが大事ですね。これがアウトラインのこうコントロールにつながってきますので、ここまでしかアウトラインとして設定してなかったら、まあ、これをこう段で切ってしまう恐れもありますので、段で切ったらピッと上がってしまうと、いう形になりますので、まあ、こんな感じでいいかなと思います。ここから、アウトラインを設定していくんですけれども、この設定の長さはですね、適当というか、まあ、いろいろありますよね、スタイルによってね、スタイルによって、いろいろあるんで、いろいろやっていただいたらいいかなと思いますね。短めあってちょっと長めあってみたいな感じで、ここの長さとこっからのグラデーションによって バックのね、この締まり方っていうのが決まってきますから、まあ、そういうふうなところはですね、まあ、いろいろ経験しながらやっていけばいいかなと思いますね。で、ここのアウトラインの長さなんですけどね、実際のお客さんが着る場合はですね、割とこの辺りの癖っていうのがあって、ショートボブなんで割と短く切り込むんで、なのでかなりこの癖の影響を受けるんですね。だから浮きやすい人とか寄ってる人っていうのは、まあ、ちょっとやっぱ長めの設定になったりとかもしますよね。はい、こんな感じです。まあ、今回ウィッグなんでこれぐらいで切ってますね。で、ここチョップカットで切ってますけれども、まあ、あんまりブランド感残ると後でこうセニング大変ですし、あんまりここにピシッとしたラインがついてるってことは基本的にショートボブではあまりないことなんで、まあ、できるだけチョップとかでぼかしながら切ってる方がいいと思いますね、はい、こんな感じで結構ボケてますね。で、これもね、今ここにね、この三つ襟がありますよね、この角ですね、この角までをまっすぐに取るって言うんじゃなくてですね、はい、まあ、これ営業レベルで考えてますからね、この三つ襟までをまっすぐに取るとかっていうふうなことではなくてですね、おおよそ、まあ、これぐらいが三つ襟のポイントかなと、この辺りが三つ襟のポイントかなというふうに、このナチュラルにシェイプした時に、まあ、感じる位置ですね、はい、
そこから少しだけこの今上がってるところですね、この上がってるところ少しだけ角度をつけましょう、まあ、上げていきましょうってことなんですけどね、はい、上げていくとまた穴が開くとはちょっと違いますからね、コントロールしましょうってことですね。だからこっから湾曲した前上がりが始まるですよね。湾曲した前上がり、湾曲した前上がりっていうのはこうなりますからね、はい、いきなりやっぱグッと上げてしまうとやっぱ結構急な角度になるんで、まあ、ちょっとだけ上げときましょうってことですね。湾曲した前上がりっていうことがこっちに行けば行くほど前上がりの角度強くなるんですけど、こっちは結構緩い感じにね、こんな感じになってきますからね。そのまずスタートですね、後ろのレングスからの湾曲した前上がりの始まりの緩い前上がりを作っておくということですね、はい、これもですねやっぱりできるだけチョップカットで柔らかいラインっていうかね、こうふんわりしたラインで作ってる方が後々都合がいいですね。ベーシックカットといえばもうまっすぐしたねラインブラントカットで、まあ、構成されてる、ね、もうセニングも全然いないっていうパターンが多いんですけれども、まあ、うちのベーシックはですねやっぱ結構こうサロンワークに直結するような、まあ、技術を割りとやっていきたいんで、まあ、このようなカットを推奨してますね、まあ、手でつまんで切ったとしても後でこういうふうに串で止めてね、オンザスキンで、まあ、切ることで、まあ、そのお客さん、そのお客さんのね、まあ、生え癖に、まあ、対応するような、まあ、ラインをカットすることができると、まあ、いう形になってきますね。はい、このような形で、まあ、ちょっとだけ前上がりな感じですね。はい、これでバックのアウトラインが完成しました。ではですね、こちらのもう上のパネルを全部下ろしちゃいましょう。よく言うことですけれども、まあ、サロンワークでね、まあ、ショートボブからショートボブに行くというパターンであればですね、まあ、ほとんどこのバックをこう、ね、横スライスでブロッキング取るってことは、まあ、少ないですね。まあ、めちゃくちゃ長い人とかだったら、まあ、取ってもいいのかなとも思いますけれども、今回レイヤー入れたスタイルになってますので、まあ、これぐらいの長さと毛量だったら、まあ、ブロッキングはまあなしでいけると思います。はい、こちらサイドはですね、分かりやすいようにちょっとダッカーで止めてます。まあ、グラデーションボブ1かなでやった時みたいな感じで、こういうふうにハの字に取っていきましょう。で、まずこのように斜めに引いていきます。そうするとですね、今下でバツッと切っただけなんで、このようにワンレングスの、ラインが出てますよね。で、これを何度切っていくかってことなんですね。何度切っていくか。これが90度。ですから、まあ、45度よりちょっと低めかなって感じですね。でいつものように一番下まではつなげないで、ここの中間じゃないね、一番下はちょっと外す感じで入れていきましょう。で同じように取ります。このスライスの角度がグラデーションを決めるのではなくてですよ、まあ、多少関係してるんですけど、この自分のこの上げ下げの加減ですね、これでグラデーションの高さが決まってきますから、しっかりと自分がどの角度でシェイプしてるのか引いてるのかっていうのを確認しながらカットしていきましょう。2枚もしくはまあ3枚ぐらいでですね、この三つ襟の1センチ上ぐらいですね、1センチ上ぐらいまで来ます。でそこまでは普通に自分が設定してるグラデーションでカットしていきます。ちょっと45度よりちょっと下ですね、まあ、40度、まあでも30度ほど低くはない感じですね。こんな感じです。でですね、実際のお客様の場合だったらある程度こう肌に沿ってきたりするんで、まあ、個人的にはですね、この3枚切った時点でこういうふうに横から見て、まあ、ウエットなんですけどこういうふうにして髪の毛の締まり具合とウエットの感じですね、ちょっと出てますよね、ウエットの感じがこうやってやったら。でその1ですね。でこれ上から何円でまた乾かすことで上がっていくんで、まあ、そんなのを計算しながら今ウエットの段階ではこれぐらいでいいかなっていうのを、まあ、自分なりにな、まあ、なんとなくこう感じておきます。
こういうのを毎回やってくると、まあ、だんだんとその感覚っていうのがついてくるんで、非常にこれ一回確認するっていうのは大事だと思うんですね。ここの角度なんですけれども、このアウトラインの長さにもよりますし、お客様の頭の形にもよる、毛量にもよるし、癖の出方にもよるんですね。もう髪質にもよるんで、なのでショートボブは必ず、まあ、40度とかって決まってるわけじゃないんですよ。そのお客さんによって、またその希望スタイルによって、アウトラインにもよっていろいろ変わってくる中で、自分がある程度のこれぐらいかなっていう風な角度でカットして、それを確認してウエイト位置っていうのをコントロールしないといけないっていう場所なんですね。だからこれはこの角度で切ったらこうなりますよっていう風に決まってるっていうことではないんですね。いろんな複合的要素が絡まって、で初めてここのウエイト位置っていう風な感じになるんで、なのでこういう風に見つめるぐらいまで、とりあえず自分で暫定で段入れたら一回こういうふうに確認していくっていうことが非常に大切だと思います。で同じようにこうですね、同じような角度でこうスライスを取っていく。で三つ襟まで行ったら一旦そこに持ってきますね。三つ襟まで切った角度でカットしていきます。ここは、はい、非常にこれアバウトなカットになるんですね。まあなので、まあ三つブロックキングしない、ね、上段中段下段ってブロッキングしないっていうふうなこともあるんですけども、こういうふうにカットしていきます。もうさっき三つ襟まで、先ほどですね3枚目で切った位置、この位置ぐらいでカットするわけですね。この位置ぐらいなので、わかりますかね、ここで引っ張って入れた感じですね。まあちょっとこれラインが違いますけれど、まあ、こういう角度で入れてこのように切ったとしたらですよ、ここ直角ですよ、シェイクに対して直角に切ったとしたら、今度はですね、ここに、まあ、手の位置がありますので、この辺にこの手の位置があるんで、あとはですね、上からの毛もだいたいおおよそこっちに持ってくるわけですよ。こうやってこっちに一番上の毛もこういうふうにシェイクしてくる。ここで切りますから、この角度で切るんで、上に行くに従っても上がっていかないってことですね。これ上がっていったらどん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 上と上がっちゃいますからね。グラデーションボブでやりましたけど、どん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 上がっちゃうんで、まあ、それだと上とのコントロールにつながっていかないんで、一旦ここに下げてくるわけですね。これだからネープの絞りを切ったものに対して下げてくる。そうするとですね、このネープの絞りの角度に対して下げてくるわけですから、当然中段と上段のグラデーションっていうのは低くなるわけですよ。つまりそれはどういうことかって言ったら、このネープの絞りに対しては、ネープのグラデーションですね、ネープのグラデーションに対しては最大の一番重たいウエイトが作られるっていうことなんですよ。一番重たい、これが大事なんですよね。まず一番重たいウエイトを作っておく。削るのは後でできますから、見ながらでもできるんでっていうふうな考え方でやってます。なのでここらは後で上から段を入れてくるということが前提になってますので、まあ、かなりアバウトでいいわけですね。ここ別に綺麗に切ってもですね、そんなにいいことないっていうか、どうせ後で切りますから、とりあえず切っておくって感じですね。でも案外すごい髪の毛の細いお客さんとかだったら、結構このウエイト、このまま使えるなみたいな、あんまり削らんように上の段入れようかなみたいな風に判断することも、まあ、あるわけですし、まあ、そういうことができるっていうのが、まあ、この切り方になりますね。こんな感じになってきます。そうすると初めに設定したこの緩やかな前上がりに対して、これこう触ることなくですね、バックセンターに入れた段がつながってきたと、まあ、いう感じになりますね。グラデーションの流れとしてはちょっと前下がりにつながってくるという形になってきますね。だから前上がりのアウトラインに対して前下がりのグラデーションがつながってくるという状態になりますね。これね、ちょっと上がったように見えたりもしますね。こういうふうにこう丸く解くことでちょっと上がったように見えたりもしますけども、まあその辺ぐらいは全然気にしなくても大丈夫だと思いますね。はい、反対サイドも同じようにやっていきましょう。斜めに取ります。まあ、分かりやすいようになったのでちょっと止めますけども、でこうですね、まあ45度よりちょっと下げた感じ
なこういう感じが出てきますね。で向こうサイドのガイドも見えてきてますよね、ちょっとね、はい、で一番下までつなげないようにこの角をカットしていきます。まあ、アウトラインはチョップで切りましたけれども、まあここのグラデーションはブラントでもいいと思いますね。どうせ後でちょっと軽くして質感出していきますから、ちょっと45度より下げた位置で、このシェイプのラインですね、この線に対して垂直にカットしていきます。まあ大体3枚目ぐらい、2枚目か3枚目ぐらいで、まあ、三つ襟から1センチ上のラインを含むパネルになると思います。床に対して45度から、まあ、ちょっと下げた位置ですね、でカットする、はい、でこっから上は先ほどの3枚目の位置ですねに持ってきて、そこにつなげていきます。結構これね、設定したアウトラインが長い場合とかは割とね、この3枚目の位置に持ってきてもアウトライン、こいつが今アウトラインを形成している木なんですけど、3枚目の位置に持ってきてもこれぐらいだとちょっと外れてくるんですけどね、3枚目の位置に持ってきてもこのアウトラインが届いてくる場合があるんですね。そういう場合はアウトラインを上げたくないんだったら、アウトラインが外れてくるまでこう後ろに引っ張ってくるという感じですね。アウトライン上げたくない場合ですよ。まあ多少これによってちょっとアウトラインが上がるのが、まあナチュラルな、ラインであったりもするんですけどね。まあそんなところもですね、まあいろいろやりながらですね、まあ自分の中で、あ、こういうふうに切ったらこんな感じになるんだなと、こういう感じが可愛いなっていうふうな感じで、まあ自分の中でまあ気に入る、まあ、ショートボブのパターンっていうのを構築していくことが、まあ、大切ですね。まあ、一番上の毛ですね。まあ、同じとこですね。同じとこにまで持ってきて切っていく。まあ、そこまでここ精度高く切らなくていいですよ。何度も言うように。ここは後で上からまた切り返してきますからね。下から切ったものを上から切り返してきますからね。だから確実にこれアウトライン外れて切りましたけれども、こういうふうにちょっとこう丸くシェイプすることによってね、当然ここの毛がこうね、ちょっとこうウエイトを感じながらシェイプすることによって、ちょっとここの毛がこう丸く解かれるんでね、横から見たらね、ほら丸く解かれてるでしょ。丸く解かれるということはちょっとアウトラインが上がったようにも見えちゃうね。確実に外して切ったんですけど上がったようにも見えちゃう。でもまっすぐ解いたらほらこういうふうにね、先ほど設定したラインに残ってますからね、これは気にしなくていいですよっていうふうな話ですね。こういうふうに上がったようにほらこういうふうに解いたら見えちゃうけど、まっすぐ取ったらこうなるんでね、はい、って感じです。まあ、これぐらいの上がりはいいってことですね。そのスタイリングしたときにこれぐらいの上がりは全然ナチュラルになってきますよっていう話ですね。バックのアウトラインと、まあ、ネープの締まりですね、まあ、それが切りましたら最後に展開していきたいと思います。で、まずはですね、ここですね、緩やかな前上がりを作っていきたいと思います。こういうことですね。こういうことで、初めのちょっと上げてからだん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 こういうふうにカーブかけるように上がっていくんですけれども、まあ、そうすることでナチュラルに取れた時に結構まっすぐになったりするんですが、初めのちょっとこうちょっと角度が上がっている部分ですね、この部分っていうのはバックのこの三つ襟から身後ろ、ここの間の毛でちょっと上がるラインっていうのを作ってますね。こういう感じ でそこ、ここからこういうふうにつなげていくというイメージですね。はい、なのでですね、これもですね、ちょっとお客様によって上がり方とか変わってくるんで、基本的にはこういうふうにね、斜めに解いてカットする。斜めに解いて、前方に斜めに解いてカットして、そしてこうやって斜め度合いを上げていく感じですね。斜め度合いを上げていくことで、丸くなってくるわけですね。こんな感じで、ほら、こんな感じで、ちょっとこう丸くなりますね、こういう感じでね。こういうラインになるんですが、
まあ、どれぐらいの感じで切っていくか、どれぐらいの角度で切っていくかっていうのは、まあ、ちょっとそのお客様っていうか長さによってもまあちょっと違ってきますしね。基本的に長さが短くなればなるほどここの影響を受けやすいんで、まあ、結構その丸さの角度もこうつけ気味にやっていかないといけないと。実際に穴を開けない、こう上がらないような感じのラインをコントロールしようと思うと、短くなればなるほどその角度、この湾曲も強くしていかないといけないということになるんですけれども、なのでですね、ここはもう見ながらですね、自分の中でちょっとまず控えめに切って、まあ、前髪みたいなもんですね、あ、もうちょっといけるなと思って、もうちょっといけるなっていう感じで、まあ、もう少し、短く切っていく感じになりますね、はい。まあ、さっきまあブラントで切っちゃいましたけど、まあ、基本的にはまあチョップカットの方がいいと思いますね、ここもね、はい、こんな感じですね。でちょうど今落ちた位置が、まあ、耳のところから、耳の一番下から、まあ、2センチぐらい下かな、はい、下ですね。なんかもうちょっと切っていきましょうって感じですね、この場合は。まあ、乾かして、まあ、すいて質感出すことで上がってくる部分もありますので、まあウェットの段階ではちょっと自分がイメージしているところより、まあ下に設定しておくという感じですね、はい。こういう感じになってきました。どんどん上がってきましたね。まあ今これぐらいでいいかなと今僕は思ってますね。で、最後にですね、ちょっとこれインサイドグラデーションも入れておくと結構ね、インサイド入りやすくなっていいと思いますね。これインサイドグラデーションも入れておく。で、インサイドグラデーション入れることによってこんな感じで、うん、さらにこの肌に沿うと同時にですね、ちょっとやっぱ短くなりますね。今これぐらいの長さになりましたね、はい。どうですか、これでちょうどですね、耳がここにあるんで、自然に解くと耳の下ちょうど1センチぐらいを通るラインになりましたね、はい、1センチちょっとあるかなぐらいになりました。まあこれぐらいでいいかなというふうに思います。片方のアウトラインが切れましたら、反対サイドのアウトラインに行きましょう。今こうやって湾曲した前上がり切ってますけど、上げて下げたりとかカクンとしたりとかっていういろんなパターンがあると言いましたけれども、このアウトラインのラインによって前から見た時の雰囲気っていうのはむちゃくちゃ変わるんで、結構ですね、もう雰囲気ってもうシルエットが変わってきますよね。だから結構シルエットっていうのは割とこう段を入れることで調整するっていうふうに考えられがちなんですけど、これレイヤーもそうですけど、シルエットはですね、段で入れることでももちろん変わりますけれども、アウトラインの角度によって変わる方が、個人的には大きいんじゃないかなというふうに思ってますね。で、反対サイド切っていきましょう。ちょっとこれですね、今本当カメラが撮りやすいようにちょっとこういうふうに倒してますけどね、はい、お客さんではできないんですけどね、ちょっとカメラが撮りやすいようにちょっとこういうふうに倒して今切ってますね、はい。で、まず、適当に切るね、はい、大体切ってだい、まだまだ長い状態ですね、はい。で、こういうふうに切った状態でその人のこの何て言うかな、この髪の収まり具合とか浮き具合みたいなのを感じていったりしますね。で、こうやってだんだんと角度をつけながら上がっていきます。こうですね、はい、今耳の下1センチちょっとぐらいですよ今。今耳の下1センチちょっと、もうちょっとかなって感じですね、もうちょっと。サロンワークでは何センチにピタッと切るっていう風な技術より、こういう風に切って解いてみて、まあ僕よく言うんですけど、その人の髪の毛の反応っていうんですね、その長さとか、まあ例えば両髪とかに切った時にその髪の毛がどういう風に動いてくるのかっていうのを、まあ僕髪の毛の反応って言うんですけど、これやっぱ人によっていろいろなんですよね、本当にね。だから何センチにぴったり切るとか、まあどこにこんだけすくんだとかじゃなくてですね、やっぱりまあ最終的にはサロンワークはこういうふうに自分がこう技術をここにこう入れ込んで、それに対しての髪の毛の反応を見ながら、またその
髪の毛を、自分の思った通りにこう動かせるような、まあ、技術を繰り出していくと、まあ、いうふうなことがやっぱ大事ですよね。ちょっと今入れました。でさらにこういうふうに肌に沿うようなラインになってきます。ちょっと下に下ろして調整します。はい、こんな感じですね。結構膨らまして切ってるんですけども、まあ、実際に落としてみたらこういうふうにこうちょっと丸くなる部分もあって、まあ、それほど膨らんでこういう感じのラインには見えないかなと思いますね。こうナチュラルな舞い上がりなラインになっていると思いますね。こういうのを崩さずにこの後上に段を入れていくと、まあ、いう形になってきますね。最後のアウトラインが切れましたら、まあ、ここもアウトラインって言っていいと思うんですけど、前髪を切っていきたいと思います。はい、前髪の切り方はですね、まあ、ウルフでやった時と同じですね、まあ、ノーパートなんで、まあ、前髪に合わせて段を入れていきますから、まあ、前髪の範囲っていうのは設定しません。このように、まあ、適量ですね、適量の幅ちょっと取っていきたいと思います。まあ、すごくこう段が入ってて、もう前回もショートボブにしたんだというふうな方だったら、まあ、あんまり上の毛が長くないからショートボブからショートボブ前と一緒でっていうふうなオーダーだったら、こういうふうなブロッキングはしないでいいかもしれないですけどね。まあ、今回まだ結構上の毛が長いんで、こういうふうなブロッキングをしました。で、まあ、パートラインがあるわけじゃないんですけれども、まあ、一応こう今回は左から流してくるということなんで、ちょっとこっちで分けてます。でですね、まあ、前髪の範囲である落ちる位置での目地ですね、落ちる位置での目地を取ってですね、まあ、これもまあ、その時のスタイルに合わせた適当な長さにまず切っていきます、ね。まあ、チョップカットでこれも切っていきましょう。こういうふうにちゃんとギザギザのラインが出てくるようなカットですね。まあ、多少上げてますので、落ちた時も、まあ、それほどパスンとしたラインが残りにくいと、まあ、いう形になりますね。まあ、これぐらいの長さで、いいんじゃないかなと思います。とりあえずは。で、ここが切れましたら、今度はライトサイドですね。ライトサイド。ライトサイドも、この目尻までの髪の毛ですね。落ちる位置で目尻までの髪の毛。もうこれだけしかない状態なんで、ライトサイドはかなり逃がし気味に切ります。こうですね。かなり逃がし気味ですね。はい、一応繋がっておきます。はい、こんな感じですね。今こういう前髪切りました。まあ、サイドパートハイレイヤーでもやりましたし、ウルフでもやりましたけどね。パート1がちょっと歪んでる場合は、ここを中心に、まあ、V の字、このコンケーブが始まるわけなんですけど、この目尻から目尻の髪の毛の最終地点の両端がですね、まあ、大体同じぐらいの高さで落ちてれば、ね、こことこの高さが一緒になってきますから、ここから横のこのサイドの顔周りのレイヤーが合ってくるというふうなことになってきますね。これがサイドパートのフェイスラインのつなぎ方になってきます。で、まあ、これどちらからでもいいんですが、先ほど切った位置とここのアウトラインの部分ですね、の部分をまあつなげていきます。こうですね。はい、先ほど切った位置はこの辺りで見えてますから、まあ、これとんがり取るぐらいですね。とんがり取るぐらい、まあ、まあチョップカットで切った方がいいかなと思います。で、反対側ですね。まあ、これぐらいの長さになったらね、あんまりドーンっていう風に出てこないんで、まあ、ちょっと出てる部分を、まあ、チョップカットでつなげておくと、まあ、いう感じでいいと思いますね。フェースの長さ設定ができました。この辺りからは、かなりウルフレイヤーと似てきますので、ちょっと飛ばし気味にやりたいと思います。まあ、あのトップの、ね、長さを切っていくんですけれども、まあ、トップの長さの設定はですね、まあ、もちろんこのモヒカンガイドから設定していく感じになりますね。一応こっちから流すね、こっちから流す感じなんで、真ん中よりは少し左サイドにモヒカンガイドを取りまして、こうですね、こういうふうに取ります。よくから見ると前髪がこれですね。前髪がこれで、上の長さがこんだけありますね。もう全然違いますので、まあ、ここにトップの長さを設定していきたいと思います。モヒカンガイドを取りまして、まあ、まずちょっと長すぎるんでバスッと切りましょう。これね、バスッと切って、で、そうですね、まあ、これもスタイルによって全然いろいろなんですけども、まあ、でもこの前髪は絶対切らないね。前髪に合わせて
ここに合わせて角度をこうするのか、ね、こう前にちょっと引っ張ってくるのか、それとも真上に引っ張ってこうくるのか、ね、もうすごい短い時は、例えばメンズとかだったら、まあ、こういう時もありますよね。上が短くて前が長いという感じで、ここの前髪を起点にこの角度を変えていくことで、上の長さがいかようにも変えることができますね。ここはもう僕よく言ってる、まあ、アジャスターってやつですね。美容師が調整する部分ですね。お客さんはここの部分に対してオーダーされることはないので、まあ、美容師が調整する部分。結構今回は上の長さは短くしていきたいなというふうに思いますので、まあ、何度かに分けて切っていきますね。前髪よりちょっと上が長くなる感じがいいかなと思いますんで、まあこれぐらいで切っていきましょう。こういう感じですね、はい、まあこれぐらいかなって感じで、まあこれも営業レベルの話なんですけど、このモヒカンガイドを切ったら一回ですね、こういうふうに前に下ろしてね、これ鏡で確認する。あの濡れてる状態といえどもですね、ある程度長さが短くなることで、この髪の反応ですよね、この人のこの長さによる髪の動きっていうのが、まあ、多少なりとも出てきますから、髪の反応を見る。これぐらいの長さでだいたい自分が思ってるようなショートボブの動きになるだろうかっていうのを、まあ一応確認するわけですね。それで、あ、もうちょっと切った方がいいなと思ったら、まあ、もうちょっとこう切り進んでいくというふうな感じですよね。で、モヒカンガイドが、切れましたら、それも後ろに展開していきます。後ろに展開で、後ろもほらこんだけ髪の毛が残ってますので、まあ、これもちょっと長すぎるんで一回切っといて、ここも動く部分ですので、このようにチョップカットで調整していきます。で、後ろはここにウエイトで切った長さがありますので、一回ですね、まあ、届くところですね、ここに届くところに、このミドルセクションの毛とかも全部ここに持ってくる。一回ここで届かなくしておく。届かないことでつながるというふうに、まあ、僕よく表現しますけれども、届かない状態にしておくわけですね。届かない状態にしておくことで、この長さとこのバックの絞りですね、締まりに対して届かなくなるようにつなげるということは、最大のここに一番大きなウエイトが乗っているという感じになるわけですよ。こことここは今固定されてますよね。上と下は固定されてて、ここに届かなくなるようにつなげることで、ここに最大のウエイトができるわけですね。これが大事ですね。最大のウエイトということは、後で削ることは可能ですからね。それはブラントカットで削っていってもいいし、セニングで削っていってもいいしっていうふうな感じでね、まあ、その時の質感とか、まあ、スタイルに合わせて、まあ、それを判断していくんですけど、まずやっぱり大きなウエイトを作っておくということが大事になってきますね。なのでこういうふうなカットをしていく。で、まあ、あとはですね、後ろは輪切りに切っていって同じようにカットしていきましょう。届かなくなるようにゴールデンポイントまで持ってきてカットしていきます。ですね、はい、でバックの反対サイドですね。まあ前から切るか後ろから切るかね、まあ別にどっちでもいいんですけどね、これね、こういう感じですね。ここにつなげておきます。下の毛も同じ位置に引っ張ってきて、もう出てこなくなるところまでつなぎます。こういう感じで、はい、仕上がりました。で、今モヒカンガイドをカットしてバックから輪切りに展開して、まあ、イヤーとイヤーぐらいまで来たという状態になってきますね。ウルフレイヤーとかハイレイヤーの場合は、このモヒカンガイドに対してですね、モヒカンガイドに対して右サイドと左サイドっていう感じでですね、あのレイヤーをこう寄せていきたいとかね、こういうふうにまっすぐつなげたりとか、まあ、あの頭の周りに合わせてこういう角度にしたりとかっていうふうな感じで、モヒカンガイドに対してこのレイヤーをこう合わせてくると
いうふうな感じだったんですけれども、これですね、実はですね、短くなればなるほど、トップの毛が短くなればなるほど、このモヒカンガイドのゾーンっていうのは割と幅を持たせた方がいいんですね。これぐらいの幅、これぐらいの幅を持たして、でそこは同じように切った方がトップの動きっていうのが結構安定してきます。例えばどういうことかって言ったら、これかなりショートスタイル限定の話なんですけれども、例えば今回はちょっと左サイドですね、左サイドにモヒカンガイドを設定していると。で、長い時ハイレイヤーとか、ウルフレイヤー、ローレイヤーとかでもそうなんですけど、このモヒカンガイドに対して、ここの角度をどう切っていくのかっていうふうな感じで、レイヤーをサイドの方に展開していくと、いう形になるんですけれども、割とこう短くなってくればくるほどですね、ここの動きですね、この動き、こう上にどういうふうなこう動きを作れるかっていうのが結構スタイルの肝になってくるっていうか、重要ポイントになってきますので、このモヒカンガイドを含むこのパネルですねっていうのを作っていくんですね。こういう感じですね。あとここのミドルセクションのこの8の部分ですね、8のパネル、そしてこのアンダーセクションのサイドのパネルになりますね。だからこちらのサイドパートなんで、こちらの場合はこの鉢の部分がこうちょっと大きくなるんですけどね、こんな感じのパネルになってくるんですけど、こういう感じですね。これセンターだったらちょっと分かりやすいんですけどね、絵的には。前から見たら1個2個3個センターの、センターっていうか、このパートライン付近ですね、1個2個3個っていうふうな、パネルを展開して、フォルムをこう考えていくという風な感じがいいと思いますね。これショートスタイル限定ですよ。短くなればなるほどそうですね。メンズとかになってきたら特にそうですね。ここをどう切るか、これに対してここをどう切るか、でこれに対してここをどう切るかっていう風な感じにすると、非常にここの上の動きのコントロールっていうか、質感とかね、ちょっとこう立たしたりとかっていう風な、この動きのコントロールが非常にやりやすくなるので、モヒカンガイドを含むパネルを今回はやっていきたいと思います。これもベリーショートにも全く同じことになりますけどね、なので今モヒカンガイドをここに取りましたから、モヒカンガイドは今この辺りにありますからね、ちょっとこう横に解くんですね、横に解いて、こういうスライスを取っていくね、こういうふうなスライス、こうですね、ほら今モヒカンガイドが切られてて、ほらここに横に切ってない木が出てきてますよね。こういう状態にしていきますね。こういう状態にして、まずここをじゃあ今回はまっすぐに切ってみましょう。今回はというか、ここはだいたいまっすぐに切るんですけどね、5つのパネルでこの前から見た時のフォルムを作っていきますので、まっすぐに切るんですけど、結構動く木なんで、チョップカットで切った方がいいと思いますね、こう切りました。でまた上から見てもらって、今ここからここまでのパネルで切ってるんで、さらに横に解いていって、こういう感じですね、こういうふうにパネルを取っていく。そしたらまたほらモヒカンガイドが切られてて、横に長い毛があるというのが分かると思いますね。だからここをまっすぐ切っていく、こんな感じですね、っていうので、こう前までつないでいきます。もちろんフェイスラインはもうすでにね、つながってカットしてるんで、フェイスラインは切るとこないですから、フェイスラインまで取らないですけどね、こんな感じです。そうするとですね、今モヒカンで切った長さの動きがこれぐらいの幅だったのが、今これぐらいの幅だったんで、よりこの動きの感じですね、ウェットなんですが、前から見た時のこの髪の毛の動きっていうのが分かるようになってきますね。分かるようになってくるし、でこれに対してこのサイドのボリュームも、今全然切ってないからね、サイドがすごくこう大きく見えますよね。今上がね、こういう風に動く感じになってきて、まだセンニングも何も入れてないからね、ちょっと分かりにくいけど、でもこの上の動きに対してはサイド大きくなってくるよって、いう感じになってくるわけですね。そのヘアスタイルブックを見せられた時に、まずこれぐらいで、上の短さはいけるんだろうかと、いうふうなことを感じながら、これぐらいでいけるなと思ったら、次のミドルセクションですね、そっちに展開していくし、ここでもうちょっと切った方がいいなと思ったら、モヒカンガイド設定した後ですけど、もう少しぐらいね、こう詰めてカットしていくと、いうふうな感じになりますね。
あのこれをやらなかったらね、とりあえず手順通りに切りました、ほな横に展開しました、やっぱ長いです、またもうちょっと上切りますってやったらまた真ん中からしないといけないっていうことになりますから、はじめにこのモヒカンガイドを含むちょうどこのセンター、まあ、センターじゃないんですけど、この一番この動く場所ですね、動く場所の長さを切ってある程度長さを合わせてから横に展開しないと、ここが長かったら横に展開してもまた上切らないといけない、上切らないといけないということはまた横に展開しないといけないってことになるからね、1,2,3,4,5 を切ってまた 1,2,3,4,5 って長さを短くする場合やらないといけないんですよ。なのでこの1番のところである程度長さを合わせておく、後で切り直ししないようにねっていうことがあのすごく大事だと思いますね。で、そこからサイドに展開していきますけども、同じように横にスライスを取って、後ろはもうある程度切られてますから横にスライスを取って、このちょうどミドルセクションですね、ミドルセクション、ミドルセクションはこの真ん中で切った毛がここにありますから、これがちょっと横に倒れてくるわけなんですけどね、こういうふうにね倒れてくるわけなんだけど、ここにいっぱい毛が残ってるんで、とりあえずここね頭の丸みに合わせて切っておきましょう。鉢が張ってる人とかだったらここは割とちょっと削り気味に切ったりもしますね。でミドルセクションに合わせてこのサイドのセクションはミドルセクションのところまで一旦上に持ってきましょう。一旦上にこれね、はい、モヒカンガイドに合わせて、ね、ここにガイドがありますからこいつですね、これに合わせてこのミドルセクションをカットします。でサイドは一旦上に上げておく、これ一旦上に上げる意味分かると思いますね、このサイドの厚みを最大限置いておくってことですね。ウルフレイヤーの時にも、説明しましたけれども、サイドの長さを最大限まず置いておくことで、ね、これはだから紙質によってね、ここの膨らみ具合っていうのが全然変わってくるからね、グラデーションによってこれがコントロールできるわけないんでね、その紙質によってどういうふうなグラデーションを入れるかっていうふうな関係性でここのサイドの厚みとか雰囲気が変わってきますんで、なのでここは一旦厚みに置いておくわけですね。まあこういうふうに切ってもですね、だいぶ今だいぶ厚みが削られたっていうのは分かると思いますね。今ここ全く切ってません。まあやっぱさすがにちょっと厚いっちゃ厚いんですけどね、はい、でもね、あの紙質によってはねこれでいける場合もあるんですよね、あんまり膨らまない人とかね、ペタッとしやすい人とかだったらね、はい、同じことをやっていきます。真ん中で切ったやつを頭の丸みに合わせてカットしていく。頭の丸みに合わせてライスサイドもカットしていきます。まあ、ライトサイドはまあ出てくるとこ少ないですね、はい、下で切っただけなんでこっちにパートが傾いている分こっちサイドの毛はやっぱり長く残ってますよね。でもこっちサイドは下で一応切ったらここからここまでの距離が短いんでヘビーサイドほどは残ってないと、まあ、いう感じになりますね。でフェースに行けば行くほど、フェースでレイヤーをつなげてますから、まあ、残ってないという形になってきます。こんな感じになりました。でこれでですね、まあ、ショートボブで作ったアウトラインに対して、まあ、トップの動くの毛を作って今ミドルセクションを切ったという状態になりますね。でここは置いてるわけですね、ここの一番下のゾーンですね、サイドアンダーセクションは置いてるという形になります。まあ結構短く切ったんでさすがにサイドアンダーセクションも割とこういうふうにねほら出てる部分が結構ありますね。こんな感じでサイドのアンダーセクションはちょっとさすがにこれだったら多すぎるんでちょっと削っていきたいと思います。まあここなんですけど今こういうふうに出てますね、こう出てます。後で乾かしていく、まあ、この後セニングを入れると、まあ、いうことを考えますとちょっと控えめに削っていきましょう。ここはねまあ、ウェットで見ても明らかに多すぎるんで、削ってるんですがちょっと控えめに削っていきましょう。
何度も言うように髪の毛はもう切ってしまうと修正効きませんからね。重ために残している部分は軽くできますけれども、切ってしまうと修正できないんで控えめに削ってください。で、後ろに行くと後ろはグラデーション入れましたから出てくる毛はないと思いますね。あんまりそうするとやっぱり今削ったところは結構すっきりしましたね。前から見たらこっちが削ってないところですね。こちら削ったところね、結構すっきりしてきました。まあ乾かしてからね、またちょっと雰囲気出方とか変わってくるんですけども、ある程度このウェットでも、自分のフィーリングで、削っていく方がいいかなと思いますね。はい、反対サイドです。まあ、顔周りはそんなに残ってないので、あ、ここですね。ほら、こんだけ出てますね。で、これをどれぐらい切っていくかっていうので、もちろん締まり方が変わってくるという感じですね。まあ、初めての方はなかなか分かんないでしょうけども、まあ、とりあえずですね、自分の感覚で切って、まあ、その形の出方を見てみるということをやっていきましょう。そうすることによってね、あ、これぐらい切ったらこれぐらい締まってくるんだっていうことが、まあ、なんとなく分かってくると思いますからね。後ろに行くと少なくなってくると思います。はい、できましたね。で、サイドアンダーセクションを切ったら、このバックのこのミドルセクションですね、バックのミドルセクションもこのように横に引っ張ってくるとですね、まあ当然ほらこれですね、これが今トップで切ったラインですね。で、下からグラデーションが上がってきてる。で、トップで切ったラインっていう感じで、ほらこういうふうにね、とんがりがかなり大きな三角形が残ってます。当然残ってますね。で、これはですね、保険をかけて大きくこうちょっとウエイトを残している部分なんで、まあ、当然この三角形をバスンと切っちゃったらもうお尻がグッと上がってしまうという形になるんですけれども、で、これをね、まあ、サイドみたいな感じでこう切ってもいいんですけど、後ろはですね、これいろいろやっていったら分かるんだけど、ね、お尻を、ね、上げるのは非常に簡単でむちゃくちゃ上がりやすいんですね、横に比べると。なのでちょっと今回は控えめに、まあこの三角形のね、とんがってる部分っていうのはちょっとあの跳ねたりとかね、してヘアスタイルのこのクオリティに関わる部分なんで、とんがってる部分だけを取っておきましょう。その三角形を残す感じですね。三角形は残すんだけど、とんがってる部分だけを切っておく。そうすると全体のこうつながりが良くなってきますからね。反対サイドですね。このちょうどこのミドルセクションのゾーンに、とんがりがいると思いますね。まあ、とんがりだけ取っておいて、あとで、まあ、ウエイトがね、大きすぎたら、まあ、削ることはいくらでも可能ですからね。はい、こんな感じで、ウエットカットが、終了という形になりますね。まあ、こうやって見てみるとね、あれほど湾曲して切ったはずのアウトラインが、まあそれほど湾曲してないですよね。まあなんていうか自然な舞い上がりになっていると、まあ、いう感じになってきますね。この感覚を覚えることが大事ですね。あれだけ湾曲させても舞い上がりこんな感じなんだと。逆に言えばまっすぐ上げたらその分グッと食い込みますからね。何度も言うようにそういうスタイルを想定してそういうふうなアウトラインになるんだったらもちろんいいんですが、まあアウトラインのコントロールとしてはまずこれを覚えてもらいたいなと。はい、じゃあセニングいきましょう。で、セニングはですね、まあ短いスタイルになればなるほどやっぱりそのセニングの必要性っていうのも上がってくるし、隙の技術による、まあ、スタイルのクオリティっていうのが、まあ、大きく、左右されるという形になってきます。で、まあ、セニングなんですけれども、まあ、いつものようにですね、バックは3つで横は2つで、まあ、プラス前髪と、まあ、いった、まあ、ゾーンで考えていく。ここに対してどう入れるのか、どうしたいからどう入れるのか、ここに対してどう入れるのかっていう風な感じですね。なので、まあ、ショートボブの場合やっぱりネープはグッと締まって、耳の後ろもグッと締まって、で後ろにこういう風にキュッとねしたウエイトがあって、で上に動きがあるという形がやっぱりねいいと思うんで、なのでまずネープのゾーンですねを分け取っていきます。今回はアウトラインをあんまり上げないっていう風な設定なんで、しっかりとこのヘムラインですね、ヘムラインを含む
ゾーンですね、ウルフレイヤーの時にやりましたけど、ヘムラインを含むゾーンをまず分けておくことで、まあ、ここっていうのはアウトラインとして機能している髪の毛なんだよっていうふうなことを自分の中で認識しておくっていうことが大切ですね。でここはですね、あの締めたいゾーンなんで、毛束をですね横に開いて、横に開いてセニング入れていきましょうね。そうすることでタイトになってきますね、まあ、横に開くというか横に引っ張る感じですね、はい、よくこのインナーレイヤーとかね、セーニングの角度をこうとか、逆にこう下が短く外が長いとか、このねインナーグラデーションとかインナーレイヤーとかまっすぐとかっていう風な形でやってて、まあ、皆さん入れ方をねいろいろこうやってこう工夫したりとかするんですけども、インナーレイヤーとかインナーグラデーションっていうのは、まあ、他の動画でも言ってますけど、この頭皮に対してレイヤー状なのかグラデーション状なのか、まあ、真っ直ぐなのかっていうふうな感じですね。頭皮から真っ直ぐ引いた毛束に対してレイヤー状かグラデーション状かっていうふうなことで、まあ、レイヤー状にしたらちょっとタイトになりやすいよと、同じ量すくのでもねっていうふうな感じで、まあ、グラデーション状にしたらまあ丸みが出やすいよと、まあ、いうふうな感じで説明してるんですけど、まあ、入れ方によって変わる部分もあるんですけど、このシェイプによってちょっと上目にシェイプしてセニングを普通に入れると、実はこういうふうにまっすぐしたらちょっとレイヤー状に入るとかっていうふうな感じにもなりますから、こう引き出す角度によってコントロールするっていうことも結構できますね、はい。まあ、とりあえずですね、まあ、ネープの部分は少しレイヤー状にセニング入れる、こういうふうに入れるのか、もしくはちょっと上に引っ張ってまっすぐ入れてもいいですね、はい、そうすることによってレイヤー状になるので、とにかくちょっとこうタイト味を目指していくと、まあ、いう感じですね。で、アウトラインを形成しているこの毛ですね。ここのアウトラインを形成しているこのヘムラインのこの上がってる部分のね、髪の毛に対してはあんまり薄くしないね。あんまり薄くしちゃうと当然穴が開いてくる。セニングといえどもちょっと薄くなって穴が開いてくるというふうな、まあ、原因になりますので、あんまり薄くしない感じになってきます。まあ、毛先の部分もね、ちょこっと、まあ、チョップカットで切ったんですけど、ちょこっとセニングでもばらしておきましょう、はい、こうすることで、まあ、よりこうタイトな、ネープのセクションができてきますね。で、その上のミドルセクションですね、バックのミドルセクションを落としてきました。セニング入れましたから、先ほどよりよりこの締まり感が強くなってきてますね。バックのミドルセクションはちょっとこう今ネープよりかなり下に引いてますね。下に引いて毛先だけちょっと一発入れておきましょう。下に引いて一発、ちょっと 縦スライスで取って下に引いて一発っていうとこね、このネープセクションの入れ方とは全く違うのが分かると思いますね。下に引いて毛先一発、下に引いて毛先一発、まあ、2発でもいいですけどね、はい、ネープセクションの入れ方とは全く違うのが分かると思います。そうすることによってウェットカットで作ったこの締まり方よりもですね、セニング入れた時の方がよりメリハリができますね。ここはあんまりボリューム潰さずに下を潰してるわけですから、よりメリハリができるという形になってきますね、まあ、トップの毛は後で上に引いてすくんで置いといて、でこのサイドアンダーセクションですね、まあ、ウェットの時のすきは、まあ、他の動画でも言いましたけれども、必ず控えめにしておくということが大事ですね。で、この辺アウトラインなんでね、この辺顔周りのサイドのアウトラインはアウトラインなんですけど、ちょっとやっぱこう軽めにした方がいいですよね。はい。ここのアウトラインとはちょっと違うんでね、ここのアウトラインは。だからちょっと軽めにした方がいいですね。軽めに入れる。サイドはあんまり絞りたくないんで、まあ、ちょっと控えめに下に下げて今ちょっと空いてる感じです。まあドライで最終的には完成させていくんで、まあウェットのセニングは乾くのが早くなるっていうのと、まあウェットの状態のまあ形とまあドライの状態の形っていうその差が近くなるわけですね。何もせずに乾かすと結構膨らむんで、量が多ければ多いほど、なのでその差をちょっと縮めてあげるっていう感じになりますね。特にサイドがすごく膨らむ人とかだったら、まあ、この時点でちょっとレイヤー状に突っ込んだりとかっていうのもしますけどね。まあ反対側のサイドアンダーセクションも同様ですね。
ちょっとフェイスラインは軽め、まあ、僕よく言ってるんですけど、まあ、ウェットなんですけど、ここでこれを僕よくフレームゾーンって言いますね。フレームゾーン、フレームゾーンの量感ってやっぱ合ってる方がそのヘアスタイルの形としてやっぱ安定するんですね。で基本的にはこの耳後ろとかこう耳上が少なくなって、もみ上げとそのミゼリーフ周辺ですね、こっちが多くなると、まあ、いうふうなことが、まあ、多くの場合起こると思いますね。だからちょっとその両サイドをちょっとだけ多めについて、まあ、この少ないところはあまりつかないという感じで、まあ、量感を合わせておいてあげると、まあ、いうこともまあ一つの、手法ですね。まあ、でも乾かさないとまあはっきりとは分からないところがあるんですけどね、この辺のフレームゾーンの量感っていうのは。でこれで、大体、下の感じですね、下の感じがつけたんで、まあ、前髪もですね、まあ、ちょっと多すぎる場合は適当にね、ちょっと手先だけやってみる、まあ、多すぎる場合ね、これ結構バッサリ切ったんで、まあ、ちょっと毛先すぎてますけども、前髪が普段からあるお客さんとかだったら、まあ、前髪はドライでする方が絶対的に安全ですね。でトップの毛は、まあ、これもね乾かしてからメインではついていきますんで、とりあえず切ったように取って、まあ、毛先の軽さだけ出しておきましょう。ウェットで切ったように引き出して毛先の軽さだけ出しておくと。トップは結構今回動かすパターンで考えてますので、ちょっと毛先だけついておきます。何度も言いますが、ウェットカットでのセニングはつきすぎに注意してください。ドライで一発入れるよりウェットで一発入れる方が、濡れてる分ですね、このセニングの櫛歯に絡んできますんで、すく量は多くなります。まあ、でも逆に言えばその分このすくとことすかないところの差っていうかね、まあ、メリハリがつくんで、まあ、束感も出やすくなるというふうなことも言えると思いますね。はい、こんな感じでだいたいなんとなくですね、こうショートボブの輪郭が出てきたのが分かるかなと思いますね。ではこれでですね、一度乾かして今の感じがどのようになっているのかを見ていきたいと思います。はい、ちょっと乾かしてブローしてみました。まあこんな状態ですね、まだまだ重く感じるではないかなと思いますね。まあ、今回ですね、まあ、ウィッグなんで、ウィッグ結構毛がバサバサってなっちゃったりするんで、まあ、軽くブローしている状態なんですけれども、まあ、実際のお客様の場合だったら、まあ、ほとんどブローしない方がいいかなと思いますね。まあ、ハンドブローで、終わっちゃうっていう感じですね。それなぜかというと、まあ、ブラシとか使って癖とかを伸ばしすぎちゃうと、やっぱりね、家に帰ってスタイリングした時と、まあ、今回そのサロンでのね、まあ、仕上がりっていうのに結構差が出てきてしまうんで、なので、まあ、僕個人的には結構ね、まあ、ウェットして、まあ、ウェットセニング入れて、まあ、ハンドブローして、でハンドブローである程度こう癖が残った状態である程度こう量感調整とか、ちょっと長さ短く切り込んだりとかってして癖を補正してあげるっていう風な、まあ、工程をやりますんで、まあ、今回ウィッグなんで、まあ、実際ブラシ使ってブローしてるんですけど、実際のお客さんとかだったら、まあ、ハンドブローでドライカットを仕上げていく方が、まあ、再現性は高いんじゃないかなという風には、思ってますね。はい、まあ、こんな感じですね。前から見ても結構重たい状態ですね。で、まあ、横から見てもこういう風に、まあ、後頭部の締まりですね、締まりはまあ出てるんですが、まあ、全然フレームゾーンにこの毛束感っていうかね、まあ、透け感っていうのは出てないですね。で、まあ、トップはまあ短くなってるんで、ここにまあ動く毛が出てきてるんですが、この辺りですね、このフレームとか、まあ、この横の量感っていうのが、まあ、それほど空いてませんから、まだまだ重たい状態なんで、ちょっとまあトップの短さが目立っちゃうっていうか、アンバランスな状態になってると思いますね。これをですね、今から、まあ、隙の技術を使ってですね、スタイルに近い状態にしていこうというふうに思います。で、まあそうですね、ショートボール前、まあどこからすくか、まあどこからすいていってもいいんですけれども、まあやっぱりこのネープのこの締まりですね、締まりと、まあこのフレームゾーンの、まあ量感、自分が思う量感を作っていくっていうことが、まずは重要じゃないかなと思いますね。ちょっとカメラに映りやすいように。首傾けますけどね、普段のお客さんで首傾けてるっていうわけじゃないですよ。
この今ちょっと締めたいところを取りました。これはね、締めたいところをね。でドライカットで、まあ、セニングでちょっとやっていきます。こういう感じですね、はい、ちょっと上げて取る感じですね、はい。まあ、この段階では、まあ、このフレームゾーンのこの量感も非常に重たいですよね。長いところから切った場合というのは特にこうなりやすいですよね。重たくなりやすいんで、まあ、そこに対しても、まあ、軽さを出していってもいいので、まあ、アウトラインですね、ヘムラインの髪の毛も同じように取ってすいていってます。こうですね、ちょっとレイヤー状にすいていってます。毛束をシェイプで上げることによってレイヤー状にすいていってる感じですね。で、ここの毛先の、まあ、今結構こうパツンと切った、まあ、ブラント感が残ってるんで、まあ、ここの毛先の細感を出したいときはある程度まではこんな感じで、まあ、セニングでこう潰していく感じがいいかなと思いますね。で、ある程度まで来たらちょっと、まあ、ドライカットシザーでこう削っていく、こういうふうな感じね、まあ、ドライカットシザーで削っていく、まあ、みたいな感じでもいいと思いますね、はい。ここの耳後ろよりここの絶対メープ、この辺りのゾーンの方が、まあ、絶対多くなりやすいんで、こういうふうにね、このフレームの量感を合わせながら全体的に軽くしていくと、まあ、いうことを今は目指してやってますね、はい。ショートボブの場合はね、特にね、まあ、さらに短くなってくるとまたちょっと関係なくなるんですけど、これぐらいのショートボールの場合はね、特にね、このフレームの量感がね、合ってるとね、すごくヘアスタイルとして安定してくるんで、で、またここが結構、透け感っていうかね、あの、軽くすることによって、まあ、あんまり軽くしすぎたらですよ。ある程度、こう、ラインを感じつつ、でも、こう、肌に沿うような、透け感、質感を出すことによって、このゾーンがキュッと締まってくるんで、横にね、ここにこう丸みを作ってるじゃないですか、ウエイトをね、こうウエイトを作ってて、その一番下のこのフレームゾーンがをちょっと軽くすることによってここがキュッと締まってくるんで、すごくね、この横の丸みが最後にクッと肌に沿ってくるっていう風な感じで、あのヘアスタイルが顔に溶け込んでくるんで、ここはですね、すきすぎてももちろんダメなんですが、適度にすくとむちゃぐちゃ、スタイルがかっこよくなっていくという感じになりますね、はい。こんな感じかな、まあ、ある程度仕上がってきたらこのドライカットシザーズでこう抜いて、まあ、束感ですね、作っていったりします。こういう感じ、そうすることでちょっと肌が透けたような感じになってきますね、はい。こんな状態かな。反対側もやっていきましょう。まあ、さっきと見比べるとね、むちゃくちゃ、ね、多いっていうのが分かると思いますね。この耳後ろの感じ、ここに対して、うん、インナーレイヤー状にすくことでボリュームを減らしつつ透け感を出していくという感じですね。ここが締まることで上から乗ってくる丸みがより生きてくるという感じになりますね。やっぱり生え際の短くなってくればくるほど、やっぱ生え際の影響っていうのをやっぱもろに受けてくるんで、なのでこれぐらいの長さでここのフレームゾーンの量感が合うとすごくヘアスタイルとして締まってくるという感じになってきますね、まあ、完成度が上がってくるっていう感じかな。ある程度仕上がりの量感になったらこのようにドライカットシザーズでちょっとスライド系でこう抜いていってあげる。
横に抜いていってあげる。だからあるとことないとこ、あるとことないとこっていうのをちょっとこう横並びにしてあげるわけですね。そうすることで、このフレームゾーンに関しては束感が出やすくなりますね。ラインを崩さないように柔らかい質感に変えていくっていうのが大事ですね。今フレームついただけですけど、フレームすることによってこうね、肌へ溶け込んできてる感じがすごく出てきてるのが分かると思いますね。まあ、上まだ全然何もしないんでちょっと大きいですけど、こうスッとヘアスタイルがキュッとこう肌に馴染んでくる感じが出てるかと思いますね。そこからまあバックのこれバックのウエイトのところですね。バックのウエイトはまあここは結構ボリュームいるんでね、まあ毛先ついて下のね、ネープになじましていくと、いうイメージでいいかなと思いますね、はい。すごく毛量が詰まってるお客様でちょっと中に少し全体的に束感欲しいなっていうのは、こういうふうなあのストローク系のカットで少しこう毛束と毛束の間に空間を作ってあげるというふうな質感の出し方をしたりとかしますけれども、ある程度その毛がそんなに多くない人とかだったら、まあちょっと毛先なじます程度でもいいかもしれないですね、はい、こういう感じですね。今ねこうちょっと軽くブローしただけですけど、まあお客さん自体はハンドブローした状態でこういうふうなあのナチュラルな束感とこのネープからミドルセクションへ の, このメリハリですね、このくびれ感っていうのが出てくるといいんじゃないかなと思いますね。だから今はねこれネープをこのちょっとフレームゾーンまでこうつなげたんですけど、まあ頭の場所場所ですね、自分がどこにどういう機能を持たせたいかっていう感じで、おおよそまあこういうふうなブロックに分けて、今はネープとフレームゾーンは、この肌に溶け込ませたいで、かつ同時にちょっとタイトにしたいっていう感じで空いていきましたけど、まあ、ここはまあボリューム潰したくないんで、ね、毛先と中にちょっとインナーグラデーション状にストロークカットを入れていくと、まあ、いうだけの感じですね、はい。それぞれの箇所でそのヘアスタイルを形成するにあたって役割があると思うんで、まあ、その役割を意識して質感を作っていくと、まあ、そんな感じです。だからまあブロックもこうなんとなく取るんじゃなくて、こう場所場所で分けて、でここにはこういうセニングを入れようっていう感じですね。だから下の入れ方と上の入れ方って今全然違ってきてると思うんですけど、こうしていくと、まあ、スタイル全然してない状態ですけど、くびれと束感でここの肌への馴染み方っていうのが感じられると思いますね。今フレームとちょっとバックのミドルセクションまでが終わったんで、まあヘムラインですね。ヘムラインもちょっと軽く、前髪とか多すぎるんで、ある程度この肌にね馴染むような感じまではしていきましょう。でこっちに流れてるんでね、こっちに流れてるんで、こっちのやっぱヘビーサイドのこの辺りっていうのは多くなりやすいんで、なので、ざっくりいきたいんですけど、こういうふうに入れちゃうとこうね、あのセニングの肩も残ってしまうかもしれないんで、この毛流れに対してこの毛流れですね、この毛流れこういう風に流れてますから、この毛流れに対してちょっとタイトにしたいからインナーレイヤー気味にこう入れていく感じですね。そうするとハサミのラインっていうのがほぼ残らずに、まあ両肩だけ取れるという感じになりますね。この辺は流れる前髪のカットとかでもやりましたね。まあ、僕のセニングのパターンはある程度仕上がりに近い状態に近づくぐらいまでは割とセニング使っていきます。仕上がりの状態に近い感じになってきて、まあ、最後の何て言うか1割2割っていうか微妙な質感ですね、そういうのにはこのドライカットシザーズを使っていくっていうのが割と自分のパターンになってますね。前
前髪の束感を作りつつ、この自然に落ちる位置の状態でちょっと長さの微調整もやってます。ここもうちょっとタイト感欲しいんで、インナーでいいですね、うん、ウルフレイヤーの時にも言いましたけれども、こういう風なちょっとこうすいたね、動きのあるようなヘアスタイルを作る場合は、顔周りは他の部分より、まあ、1レベルぐらい軽めにしておくとヘアスタイルがこう肌に溶け込んでくるというかね、まあ、顔なじみのいいヘアスタイルになると思います。こんな感じかな、顔周りは。ここもちょっとこう縦にとってインナーレイヤー気味ですね。ある程度セニングで量感が決まってきたら、このドライカットシザーズで微調整をやっていきます。トップの方は、まあ、結構毛先はまあウェットの時に、まあ、空いてるんで、まあ、空いてるってもまあ結構詰まってますけど、割とやっぱ動きが欲しい部分なんでね、まあ、今回の場合はね、今回は動きが欲しい部分なんで、ちょっとメリハリが出やすいような、隙の技術ですね。なのでドライカットでちょっと抜きを入れていきます。少し、もうちょっと毛先を少なくしていきたいと思います。あんまりね、これここはね、セニングいかないの、あんまり毛先の存在感消したくないんで、セニングよりやっぱりこういうね、ドライカットに抜いた方がやっぱメリハリが出るんでね、メリハリというのは、取るところと取らないところの差ですね。メリハリは出るんで、結構この辺やっぱり存在感のある動きを出していきたいんで、今ちょっとドライカットシザーズで毛先を軽くしてるって感じですね。で、中にも少し短い毛を作って動きを助けてあげる、感じのセニング、まあ好きですね、をやっていってもいいと思います。まあ、これをやるときに注意点は、こういう毛流れなんでね、こういう毛流れ、こういうふうに繊維、髪の繊維が流れますので、この繊維に対して、ちょっと中の方に微量、短い毛を作っていくことで、この流れに対して立体感が生まれてくるという感じですね。だから、どういうふうなこのパネルを取って、このラインですね、こういうラインで短い毛を入れていくっていうので、動き方っていうのはね、こう全く変わってきますね。ただ単に中の方にやっていくだけだったら、本当にこうバサバサになっちゃったりとかするんで、しっかりと髪の毛のおおよそのこの流れっていうのを、想定しながら、まあ、それに対して、的確に入れていくと、まあ、結構いい動きっていうのが出てきます。
ちょっとこの辺ね、どことかにも遊ぶ毛を作りたい場合は、まあ、スライドカットで少し短い毛を、混ぜていったりしてますね。まあ、サイドバードの場合ってやっぱヘビーサイズの毛の方がやっぱり長く残りやすいんですがね。でこういうふうにこう動かしたときに、やっぱりライトサイドと、まあ、ヘビーサイドの動き方が、まあ、同じような感じで出た方がやっぱりいいじゃないですか。だからそういうのは、こういうスライドカットでちょっと短い毛を作ってあげて、調整していくっていう、まあ、そういうパターンもありですね。はい、こんな感じでちょっと上に動きが出てきて、この下のフレームですね、このフレーム造影のこう馴染みがある程度こうつながってきたと思いますんで、これで一回スタイリングして、仕上がりを見ていきたいと思います。はい、ちょっとウィッグなんで、まあ、アイロン入れてスタイリング台をつけてみました。まあこれぐらいの感じのね、束感と、まあ、フォルムが出ればですね、まあ、最近よくある、まあ、ショートボブの基本的な形っていう風な感じでね、まあ、言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このショートボブのスタイルですけれども、まあ、それほどねラインをきっちり出すスタイルでもなければ、まあ、グラデーションを、まあ、細かく入れないといけないという、まあ、そういうスタイルでもないですよね。すごく大事なのはやっぱりこう髪の毛というのは短くなってくればくるほどですね、そのお客様一人一人の、まあ、頭の形とか、まあ、生え際の癖、髪質、まあ、そういうふうな影響をどん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 受けやすくなってきますね、短くなってくればくるほど。なのでやっぱりその素材に対してのやっぱ対応力っていうのが、まあ、ものすごく大事になってきます。まあ、その辺のことはですね、まあ、今日少し、まあ、触れたりもしましたけれども、まあ、僕よく言ってる、まあ、これをアジャスターっていう形で、まあ、よく表現するんですけども、まあ、こういうちょっと立つような髪質だったらこうしようとか、まあ、ちょっとこう多い人だったらこうしよう、少ない人だったらこうしようっていうふうな形で、基本的な自分のカットのパターンっていうのは抑えつつも、ある程度その素材に対してそのパターンをですね動かせないといけないということですね。これは長さを切るブラントカットでも、まあ、セニング技術でも、まあ、全く同様で、やっぱある程度ですねその素材に対してやっぱ自分の技術をこう動かしていくっていうことがすごく理想で、その技術を動かすことによって自分が思い描いている理想のフォルムと、まあ、質感っていうのを作り出すっていうことがやっぱりすごく重要だと思いますね。自分が思い描いているフォルムと質感が作り出すことができれば、まあ、あとはですね自分のセンスがですねやっぱその時代とかそのお客様の、まあ、センスにフィットすればやっぱり一番いい形の、まあ、ショートボブが提供できると、まあ、いうふうな形になってきますから、ウィッグでは、まあ、これぐらいの感じで、まあ、練習するんですけど、このヘアスタイルはどんどんですね人痘を使って、まあ、練習をしていっていただきたいなというふうに思っております。まあ、うちの YouTube の方にもですね、いろいろこのショートボブ関連のね動画が出てますので、合わせて見てもらえればいいかなと思うのと、まあ、あとですね、まあ、スタイリストデビューしたてとか、まあ、スタイリストデビューする手前とかっていうぐらいの人はですね、実はですねこう初心者のための、ショートボブっていうのをですね、ちょっと5回ぐらいにわたって、YouTube の方で出してるんですね。それは今回のようなちょっと短いショートボブを切るんじゃなくて、まあ、一番長め、重め、ワイドめのショートボブを切るっていうふうなことを、まあ、テーマにやってるんですけども、もっとね今よりも長い、ね、ワイドで重いショートボブを切ることによっていろんなお客様に対してのこう対応力のヒントがかなり見つかると思いますので、ぜひですねベーシックカット終わって、まあ、スタイリストデビューしたてスタイリストデビュー手前ぐらいの方はですね、まあ、そちらの動画を合わせて見ていただくと、まあ、より理解が深まってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでまた次回のベーシックカット動画でお待ちしております。